今回は大阪府の藤井寺市やってまいりました。こちらの建物が藤井寺市役所。この町は大阪府の南河内地域北部にございまして、現在の人口は約6万3000人。この藤井寺市、大阪市から南東へおよそ15キロほどでございまして、大阪市のベッドタウン。またこの町は面積が非常に小さく、全国的に見ても5番目の狭さ。この町は西国33カ所の巡礼において第5番札所でございます。藤井寺の門前町であり、また市の名前もその藤井寺から来ております。町の中には近畿鉄道が走っておりまして、藤井寺駅がこの町の中心。そして現在おりますのは藤井寺駅の北口周辺。このような感じの風景。駅の北側にはこのような商店街。またこの藤井寺はかつてプロ野球の近鉄バファローズ、その本拠地でございました藤井寺球場があったことでも知られております。こちらが近鉄藤井寺駅前の北口のロータリー。このような感じ。またこの藤井寺市はお隣にございます羽曳野市と並んで、古市古墳群、たくさんの古墳がこの周辺にあることで知られておりまして、こちらが昔からの町の方面の改札口。ちょうど電車が参りました。こちら線路沿いでございますが、昔この辺りに近鉄バファローズの本拠地藤井寺球場がございました。現在はこのように学校の施設となっておりますが、紛れもなく2005年までこちらに近鉄バファローズの本拠地藤井寺球場がございました。さて駅の南口、昔の街なのでちょっと歩いてみたいと思います。こちらの方にはイチョウ通り。この町は先ほども申した通り歴史がございまして、藤井寺の他にもたくさんの古墳があったり、遠く奈良時代にはこの地に河内の国の国府が置かれていた。この町が現在のように大阪市のベッドタウンとなったのは大正時代の末期から昭和初期にかけてでございまして、昔ありました大阪鉄道という鉄道会社がこの藤井寺駅付近に住宅や野球場などを建設しまして、田園都市として発展してまいりました。そしてこの町の発展を支えました藤井寺、結構駅の近くでございまして、この辺りは道も入り組んでおり、なかなか古い感じ。この辺りが藤井寺の門前町。こんな感じでなかなか立派な商店街がございました。これはいいですね。なんか本当に昭和の雰囲気がありまして、なかなか楽しい。そしてこの商店街を抜きますと、いよいよこの町の名物藤井寺でございます。
こちらの藤井寺は聖武天皇の勅願によりまして行基菩薩が開基。別の説では藤井氏の宇治寺として建立された、そのようなものもございます。時代を下って室町時代には奈良の興福寺の末寺として栄えておりまして、昔の境内には東西2つの三重の塔があった。しかしその後の度重なります戦火によってほとんどの建築物は焼失、現存します建物は全て近世以後の建築。まあしかし立派な大伽藍、田舎もこんなに大きくとても立派。藤井寺の近くにはこちらも縁起式神明町にも載っております昔の神社、唐国神社。このように藤井寺の町にはたくさんの昔のものがございまして、歴史好きにはとってもいい町。こちら藤井寺の普通の住宅地でございますが、その横に大きな山、こんな感じで、こちらは中愛天皇陵。中愛天皇は第14代でございまして、あの有名な大和尊の子供。墳丘の長さは245メーターありまして、いやー本当に立派。周囲に巡らされております幅の広い水堀。築造の時期はだいたい4世紀後半から5世紀後半頃と言われております。